はい、たくみソフトです。父読後感をしてまいります。2019年11月号特集語らざれば憂いなきに似たりです。今日読後感しますところは父随想の92ページ手のない書家、小畑信子さんの寄稿からになります。手のないことに関して、ほとんど触れられてない、作者のその心が私はすごく感じられました。作品作りにあたって普通は受け入れられない、ことも最終的には乗り越えて受け入れられて新しい世界を切り開いていったことも見ることができ、そしてまた今年齢を重ねていく中で、老いですね、老いに対してこの書家という道、これがどのように、変化していくのか、道が変わっていくのか、そのことを、この文章からですね、本当に心待ちに、しているというか、その世界を見てみたいなという、そういう意思が伝わってくる文面だったなというふうに感じています。本当普通に考えて、私たち文章を書くときにこの手がないというこの、リスクはですね、やっぱりないければわからないことでありますけども、この方はですね、そのことを全く、微塵も感じさせないんですね。そしてどんどん自分の道を進んでいかれる。そして、本当にこのポジティブに、この文章でも語られてるんですよ。私はね、すごい苦労とか努力とかそういう葛藤とかね、そういうものってあったかないかは分からないです、この方に関してね。ただ私たちは普通に、何かリスクを背負ったりハンデを背負ったら、愚痴が言いたくなります。言い訳したくなります。もうそういうの微塵も出さないんですよ。微塵も出されてない。だから本当この教訓として学ぶべきは、やっぱり置かれた状況、自分たちが置かれた状況をそのままありのまま受け入れて、そこで楽しむこと、そこで自分ができることを精一杯やること、それに対して、頑張ったとか、大変だとか、そういうことは一切言わない、そういう人生でありたいなというふうに思いますよね。そのように私は思わされました。私は何かのハンデを与えられたわけではない、リスクも特にあるわけではない、でもただのんべんだらりとこうやって生きている、それでは、なんともね、いただけませんよね。そんなことを思いました。もっとね、ポジティブに真剣に、生きていきたいと思わされました。そんなわけで今回はここまでとしたいと思います。それではまた。